資格のお原令和2年第52回社会保険労務士試験総評を始めさせていただきます。資格の大原社会保険労務士講座担当講師金沢と申します。皆様、本試験大変お疲れ様でございました。この1年様々なことがありながら、本日を迎えられた皆様に心から敬意を表しております。社労士試験の道のり、ただでさえ簡単なことではございません。 その中でも様々な制約下に置かれたこの1年、そしてこの1日、特に厳しい道のりであったと存じます。その道のりの過程で悩みに悩んだ末の様々な決断がなされたと思います。どの決断も尊重すべきものだと思っております。いつかこの決断があったから今があると振り返ることができる日が来ると信じております。 皆様方にとって良い未来が訪れることを心よりお祈り申し上げます。本当に一年間お疲れ様でございました。それではこれより総評に入ります。まず午前の選択式試験です。今年も3点確保が決して簡単ではない問題が出題されました。科目ごとに見ていきます。まず労働基準法です。労働基準法は3点確保が簡単ではない科目でした。比較的取りやすいのは A と D です。 一方、B と C は最高裁判例。朝日市業事件からの判例です。労働者制に関する内容でした。労働基準法の冒頭で登場する労働者の定義から B の時間、場所の拘束を入れることができたかもしれませんが、ダミーの業務量、時間外労働と迷うケースもあり、簡単ではありません。そして安全衛生法の E は通常の間隔ですと2メートルを入れてしまいます。1.5メートルを選ぶのは 難しかったと思われます。次に、労働者災害保障保険法です。これも3点確保が簡単ではなかった科目です。テーマは、通勤の帰省先、赴任先の間の移動についてです。AB は比較的埋まりやすい内容です。一方で C 例、e、は決して簡単ではありませんでした。C D については、この規定自体は知らなくても、配偶者の父母、同居の親族といった表現から、 要介護状態にある家族の介護が入ると類推できたかもしれません。また、ダミーも比較的消去しやすいものでした。そして、E については18歳が入りますが、他の年齢と悩むところです。このテーマについては、資格の大原の全国統一公開模試2回目の対問で出題しており、これを復習されていた方は対応しやすかったかもしれません。 ただあまり問われるテーマではありませんので、やはり3点確保は簡単ではなかったと思われます。以上2科目、初っぱなから簡単ではない問題が続いて、この後大丈夫かなと不安になった方も多いと思います。ただ、その次の科目で一息つけたという方もいらっしゃるんではないでしょうか。雇用保険は3点確保がしやすい科目でした。これまでの傾向通り、数字が中心の問題となっています。ただ、数字を覚えていないと対応が難しいため、 三点確保のしやすさは、その数字を覚えていたかどうかで分かれたと思われます。次に、労働に関する一般常識です。マークシートが配られた際に、例年の4択ではなく20択になっており、少しざわっと押された方もいらっしゃると思います。内容的には、極空欄とも統計調査名が回答でした。かつてより統計調査名は選択式で取材されており、 統計調査の概要と名称をリンクさせるという対策はあったわけですが極乱とも統計調査名という意外性のあるものでした統計対策の肝である超広く超浅くの極みと言ってよい問題であったと思います四角の大原の統計まとめで学習され離職率といえば雇用動向調査5年に1回といえば就業構造基本調査という具合に統計調査名を意識しながら学習を進められてきた方は3点確保がしやすかったかもしれません 一方で、数字に関してはかなり抑えていたんですが、裏を書か,かれたという方も多数いらっしゃったと思います。また、20の選択肢の中から推論で回答を導き出すのは難しく、3点確保が容易ではなかったと思われます。次に社会保険に関する一般常識です。社会保険に関する一般常識は、A、B の社会保障費用統計について、 大原の統計まとめで学習したので知っていたとかいうことであれば得点3点以上得点しやすかったかもしれませんがそうではないという場合は難しかったかもしれません何度に差がつくと思われますそして C の介護保険法は類推力が試される問題です保険料滞納1年6ヶ月で差し止めという流れは国民健康保険の保険料でよく触れられますその差し止めの規定が介護保険でも同じように使われていると類推して回答する力です これは実在する国保の差し止めは1年6ヶ月という数字的根拠に基づく推測です。一方で、介護保険であえて出す以上は国民健康保険と違うはずという思考で別の数字を選んでしまうということも本試験の場ではあり得ます。この当たり前の回答をすることの難しさが本試験には潜んでいるのです。他、例は難しく E は得点しやすい内容でした。次に健康保険王です。 AB が取りやすく C で E は簡単ではありませんでした C は問題文で聞いているのは高額利用用費はですから高額利用用費の支給額のことですが多くの方が算定基準額を選んでいらっしゃるんではないでしょうか84,430円を選択されているものと思われます次に厚生年金保険法です比較的三点確保しやすい科目でした次に国民年金法です 比較的三点確保しやすい科目でしたが、一つ間違うと難しくなる可能性があります。例えば、D は遺族基礎年金だから25年と言ってしまいそうですが、問題文は、非保険者であった者が死亡した場合、すなわち短期要件のケースですから、滞納期間3分の1以下、すなわち納付済みと免除の期間が3分の2未満だと NG という納付要件が求められるケースです。以上、科目ごとに見てまいりました。三点確保が簡単ではない科目は、 労基安営、労災、そして労働一般常識です。他の科目も一つ間違うと3点確保が簡単ではない内容でした。全体の印象として例年通り一つの失敗も許されない非常に厳しい試験だったと思っております。今後選択式はできるだけ知識で対応できるように準備して推論力を温存できるようにする。そしてその推論力をここぞの1点に集中投下できるようにすることが試験対策として求められていくと思われます。 以上選択式の公表です。続いて択一式の公表です。択一式も全体の印象は厳しいものがありました。特にマスクを着用しながらの3時間30分の中で集中力を維持するのは難しいものがあったと思います。科目別に見た場合、前半の労働科目で難しい問題が多かったようです。語師の中で見たことがないような選択肢が多く混ざる中、その中から既存の知識で正誤判断できる正解詞を見つける。 また消去法などを駆使して正解史を特定するという解き方が多く求められるものでした。順番通り進められた方はなかなか前に進めることができず手応えもあまりなく時間とメンタルとの戦いがあったと思われます。一方で社会保険に入ってからは比較的得点しやすい問題も増えてきましたがそれでも試験時間の後半ということで時間管理や集中力のキープが難しい面があったと思われます。やはり今年も厳しい試験であったというのが率直な感想です。以上、総評です。 今後、集計データに基づく合格ライン予想は、8月29日に配信予定の合格ライン予想会などにてご紹介させていただきます。ぜひご登録をお願い申し上げます。皆様、本試験終了後、大変お疲れでいらっしゃると存じております。そのような中、好評を最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。どうぞこの後は、体をお休みください。そして、合格発表の日に、皆様方にとって良い結果が届くことを重ねてお祈り申し上げます。 以上、資格のお原令和2年第52回社会保険労務試験総評となります。ありがとうございました。